プロボクシング対プロレスの格好となりました。まずはプロボクシング、マジューサード・モハメッド、現 IBF 世界ライトヘビー級9位という実績の持ち主です。180センチ88キロ、赤コーナーよりプロレスリング田村清志選手の入場です。そして83センチ、こちらも88キロとほぼ体格は同じ、気合入ってますね皆さん、はい、まあ、普段田村選手は93キロぐらいあるんですけどね、はい、この試合相手がまあちょっと軽いんでそれに合わせて体重を落としたんですけど、まあ、マシュー選手 もう 現在もまあ IBF の世界ランキング9位ということで、はい、かなりの強者じゃないかなと思います。マシューサードモハメッド、赤コーナープロレスリング195パウンド田村清志、レフェリー和田良太、サブレフェリー矢板隆、ジャッジパッドマッカーシー。さあ画面を通してもピリピリとした緊張感が漂ってきます。田村清志選手、そして対するマシューサードモハメッド、ご覧のように元世界チャンピオン、そして現 IBF 世界ランキング9位という、まあ、本当に実績としては申し分ないということになりますね。そうですね、はい、まあ、マシュー選手は、まあ、ライトヘビー級史上最強のボクサーと言われている選手ですから、これ田村選手も油断はできないですね。そうですか、はい、ご覧のようにもう本当にこの試合前の田村選手 の表情っていうのは安城さんどうでした？まあ、落ち着いて、まあ、自分の力を 出し切れると思います。そうですか、まあ、かなり緊張感もあったんじゃないですか。まあ、緊張というよりもですね、まあ、こう神経がこう研ぎ澄まされるっていうんですかね、そういう状況じゃないですかね。それにしても本当に体も絞り込まれて、まあ、コンディションはベストですね。いいですね、今のロッキーですよ、マザロー、はい、ただ相手もなかなかよく研究してますよね、はい、あ、相手もキックなかなか研究してます、まともに食ってないですから。さあまずはローキックの連打、田村かなりガードも高く上げてます。あっと、クロローキックでバランスを崩したモハメッド。さあ息かせに田村が出る。これ逃げられないですね相手。さあ覆いかぶされましたが、ギブアップですね。あ、ここでギブアップです。下がりました、下がりました。なんと秒殺ですね、34秒、1ラウンド34秒、スリーパーホールド。いや、うまかったですね、あっという間に決まりましたね、はい、まあ普通だったらね、パッとちょっとつまずいたぐらいだったんですけどね、はい、やっぱ日頃もよく練習してますし、まあ、あの一瞬の隙を、はいはい、ああいう隙を逃さないっていうのはこれ大したもんです。田村清志選手、本当にベストですね、はい、この喜びを、まあ、これは若い田村にとっては本当に嬉しい勝利だったんじゃないですか、安城さん、あの蹴りを初めから出されたんじゃパンチも出ないですからね、すべて2つ目の食いましたけど、はい、その後まともに食ったのはなかったですからね、うまく、ただまあ田村があの瞬間的なねチャンスを逃がさなかったっていうのは、これはもう田村を褒めるべきじゃないですか。そうですか、大したもんですよね。